今日のおすすめ。いただきます。ひじきご飯、これはうん、うん、うん、この色いいな。可愛いですよ、大好きこれ。好きなのが本当に一緒。ぴったし、ぴったしする。これぴったし、これもぴったし。台湾何食べたの？美味しいもあった？え、いっぱい食べたんだけど、うん、私が昨日載せてた、うん、これ。いや、そう、これ、そう、これ何？これマジで美味しいよ。ね、これ。これってさ、何なの？これは簡単に言うと、うん、牛肉のピリ辛焼きそば。うん、いや、美味しそう。全部食べた？もうね、2回も行っちゃった。え？ここのお店2回も行っちゃった。同じとこに？バッチキューリーしてもらいました。これは1体目、ナチュラル系なんでちょっと行ってきます。かわいい。ああ。トモコ先生が手が入る。今日は何パターンでしたっけ？2パターンで、2パターン目です。さすがトモコ先生、早いです。頑張りますよ。はい、早いし、これで私は次に行けるのがいい。いつも可愛いことを言ってくれるよね。いつもいつも自己肯定感を上げてくれるカウンセリングみたいなものです。これは。いやいやいや、やったぜって感じ。私はそれが。ひひひへへへって。あおいさんはもう本当に。つやつや。これを仕込みました。これは私も好きで2本になっちゃってる、うん、お気に入りです。こちら、ね、ツヤツヤやね。髪をセッティング中。これはちょっとまたメイクが変わりました。でもやっぱピシッてしてると安心する、うん、ピシッピシッピシッピーンって気持ちもなる、ね、ピシッて。会社で作業して、今はコーヒーを買いに来ました。代々木公園リトルナップ。ちょっとラッパ調、ラッパ調。リトルナップ、リトルナップ。私はカフェラテ、リナティは安定のアメリカーノです。このさ、細い竹のストローがさ、はい、エコだし、これなんかね、髪よりいいんだよ、このなんか。そうなんですか？そう、口の部分がさ気持ち悪くなくていい。はい、乾杯。乾杯。うまっ。めっちゃいい天気。うん、本当にいい天気。本当に後ろに緑を感じながらコーヒーを飲めるって最高なんだけど。じゃーん。じゃーん。本日は2人ともグレーってか、まあ、あなたはグレーだから私が今日グレーを選んでるから、お揃いって感じ。今日のグレーコーデ。あ、本当だ、グレー、グレー。リナティさんのコーディネートポイントはグレーです。はい、グレーのグラデーションがポイントですね。はい、そうです。で、一応黒も入って締めているという感じですね。そうです、はい、かわいい。みんなこんなこういう感じの使い方もできま す。今日の青コーデを紹介したいと思います。今日はニットです。あ、ニットなんですか？ニットですね。今日は黄色と黒でまとめてみました。何でしたっけ、さっきの、虎じゃなくて、阪神タイガース。カラーのコーデで、これで応援に行けば勝てます。はい。で、最近はロングスカートのこういう、なんて言ったらいいんだろう、こういう黒のスカートにちょっとハマってます、うんうん、そしてこのバッグが本当に一番使っているバッグです。本当に毎日くらい使ってます、ね、うん、だって本当カメラも入るしさ、ポーチも入るしさ、うんうん、何でも入るんだもん。旅行の時もバッチリここにパスポートを入れておけば大丈夫っていうさ、いいね、もあるしさ、マジで使えるんだよね。これはちょっとカーゴパンツ風のスカートです、うんうんうん、でも最近ここにリボンをこうやって結ぶタイプのバージョンのスカートも買って、それもお気に入り
それをちょっとスニーカーで崩すみたいな。このスニーカーも可愛い。はい、合わせやすいです。サロモンです。歩きやすいし、靴下もクシュクシュ、はい、ルーズソックスです。あ、光って見えない。そう、こうやってチラッて見えた時に可愛いようにやってみました。このニットは黄色にしたんだけど、はい、これやっぱ可愛い、うん、あのこういうボディースーツタイプになってます。メイクはとも子先生のままなの で、 いい感じです、ね、髪はそのままにしてもらいました。はい、はい、ジュエリーは今日はちっちゃいスモールのピアスにネックレスは毎日つけてるので外しません、うん、でリングも毎日つけてます。私はこのつけ方が一番多いかも。どうですか？サンプルの時はねこのつけ方が一番多かったんだけど、うんうん、なんか最近は下向きが一番多いかも。ここにあるのも可愛くて、はい、っていう感じでございます。本日の青コーデでした、はい、散歩日和ですね。そうですね、で風があるから過ごしやすい。わー、すごい光っちゃった。顔めっちゃ光っちゃいました。光合成してましたから。ピカーンって止まりになってます。来ますよ、はい、ピカーン。タイミングあった。めっちゃあった。今からはずっと楽しみにしていたところに行きます。はい、私も楽しみだった。ついてからのお楽しみです。はい、じゃあちょっと歩きながら行きます。じゃあシールームリンにお邪魔しに来ましたでー。展示会に行けなかったからちょっと今日は特別に見せてもらいます。え、多分さ削る方が難しそうな予感がしている。これもこのスカートもシールームリンだよ。そう、これ色違いも欲しいって思う。めっちゃ履きやすいしいい。どうしよう。あ、いっぱいあるからね。違う、私は見てたら目つけてるのが、うん、目つけて、あ、これキラ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 、あ、それなの。あ、可愛いよね。これキラキラにデニムとかさ絶対可愛くない。このタイプも使える。そして後ろが可愛い。可愛い、それ可愛い。あ、これさ、カラーのとこあったね。これ可愛い、可愛い。どうしよう。あ、これ履いてるやつですか、もしかして。あ、そう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 、可愛い。これ人気なやつですか。可愛い、これいいね。コアビーです。涼しいし、ウィー、ウィー、はい、とりあえず一周しよう。はい、ここで多分みんな写真を撮ってた。そう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 、そういうことです。ということで、あ、このワンピースもさちょっと可愛い。うん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 、葵ちゃんだったら普通にワンピースでいけそう。私いけそう。うんうん、可愛い、いけます。可愛いに、ちょっとヒールとか入って。あ、何これ。それも可愛い。そのパーティーとセットアップっぽくなる。あ、それ可愛いよね。これ絶対それマスト。ちょっとパーティーっぽい時ね、いいですよね。これ絶対マストだ、私。でもでも絶対に可愛いし、うんうんうん、どうしようね。私はほとんどシールームリンでできているからね。これ可愛い。そう、なんかね、あの全体見た後にそれ見ると、え、これだもん、ね、え、うん、そうそうそうですよね。やっぱピンクかな。はい、じゃあとりあえず皆さん真剣モードに入りたいと思いますので、はい、あの何をオーダーしたかっていうのは後ほどお知らせしたいと思います。はい、じゃーん、効果音自分で。かわいい。これはパンツもトップスもです。かわいい、めっちゃかわいいです、その組み合わせも。これ絶対欲しい。これかわいい、プロかな、プロかな。意外とかわいい。かわいい、これめっちゃかわいい。このトップスは決定やね。うんうんうん、このパンツもかわいいんですよね。色悩む、色悩む。これブルーもすごい人気で、めっちゃかわいい。ブルーも人気、ブルーもかわいいよね。ニカもね、ニカもニカもな。ブルーだ、パープルがいけた。これはパープル決定だな。じゃん、じゃん、かわいい。かわいい、これね、かわいい。このなんかスカラップ、うんうんうん、ポコ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 、かわいい、かわいい。間違えてここ足入れないように皆さん注意していただいて、確かに、ね、ここから足出てわーみたいな。めっちゃかわいい。葵の、葵の、かわいい。ありがとうございます。はるみさんのタイミングが重なりました。重なりました。ありがとうございます。やったー、いいね。昨日ね、
たんだよ、会いたいねって言って、そう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 、すごいね、だから今日来るよ、来るから会えるかもよってそう、なるちゃんが言ってて、そう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 、かわいい、かわいい、すごい楽しそうな、かわいい、かわいい、ありがとうございます、やっほー、今日は今からせいかさんとご飯です。やったね、 Vlog だ、やった Vlog、 101 Vlog 撮ってる、しかも2人とも撮ってるんだよ今日3日間私、あ、3日間なんだ、私1日 Vlog です、2人とも上がるね、あ、ここね、はい、開けてください、はい、今日は、あ、ここです、大丈夫ですか、ここ違う、ここ違う、そこじゃないな、その下だな、え、あ、分かんないかと思った、びっくりした、隠れ家みたい、またサプライズ、これ、やばいやばい、それだったらやばそう、うわっ、固っ、やっぱ最高、こんな食材やっぱ合う、美味しい、こちらはトウモロコシと牛肉の土鍋です、美味しそう、トウモロコシ大好き、いただきます、青梅の大福と可愛い抹茶のアイス、デザート、可愛いね、ご飯食べ終わりました、美味しかった、しかもおにぎりいただいちゃったね、そう、これ余ったらおにぎりにしてくれるから明日の朝ご飯にしようという、いい、ね、撮影前にお腹いっぱい、本当に、じゃあ私たちもうカウントダウンやばい、やな、言わないで、言わないで、とりあえず1回目のカウントダウンが来る、でも本格的にはあとまあそうよ3ヶ月うん、あるから、まああるかないかなぐらいだから、トウモロコシの色だったということで、あ、そうですね、トウモロコシご飯を食べました、はい、美味しかったです、じゃあ、 カウントダウンまではまだあるということで、もう泣かないで、泣かない、まだ泣かない、最後の最後じゃないから、まだ泣かないので、まだ YouTube には多分到着すると思います、はい、私は帰ります、バイバーイ。